ーートレース琵琶湖の解説72周年記念さすがの記念バトルの3日目の競争後半戦は注目の一戦で第11レースの予選競争123456の枠なりで揃ってまいりました先でもスタートライン上は緩やかな風が吹く程度で目立った風ではなく1分前で1号艇の平本昌幸さあここは気合いの陰線で白星追加の活躍2勝目なるか2号艇で吉川義継 前半戦5着、前半戦の雪辱戦となっています。3号艇で寺田首相、1、2、3。4号艇の馬場、吉谷、引っ張るでしょうか。さあ今日の1回走り、1発決めてここは3勝目の活躍なるかです。動いていきます。5コースも5号艇の中澤和志で6号艇の小賀刺激とともに今日前半戦6着と敗れています。さあスローでインコースから1、2、3で入ってまいりました。 ダッシュ勢も456と並んでまいりましてスタート展示通りの3対3の枠なりですさあ進入体系固まってえここは平本正幸馬場善也のゴールデンレーサー対決が注目第11レースさあ前提が進入してまいります1番2番3番4番5番6番の枠なり3対31秒前今スタートしてきました コーースタはインコースから1号艇の平本そして2号艇3号艇4号艇の馬場出ていきますが1マーク逃げる1号艇の平本握っていった2号艇の吉川ですさして3号艇4号艇5番6番回りましたがバックスリッチャーイン速攻決まったここは1号艇の平本正幸がしっかりと先頭そして現在2番手争いがインコースから4号艇3号艇2号艇432が接戦となって後方で6番と5番が並んでいますなおスタートは正常でした第2ターンマーク先頭は1号艇2号艇四号艇の馬場先に回ったさあ仕返して三号艇二号艇4号艇フランダさばいてくる今度は真ん中で号号艇 2号艇の寺田しかし内からは2号艇2番3番接戦状態現在内枠3艇上位2番手らすいはインコース2号艇の吉川アウトコースに3号艇の寺田そして4号艇の馬場遅れました2周まで第1たマークの2番手らすいは内から突っ張って2号艇の吉川コーナーを先取りさあしかし3号艇の寺田翔握っていった4号艇の馬場ですがさばいて3号艇の寺田翔2番手リードそして1定進から2定進で2号艇の吉川と4号艇の馬場地元コンビが3番手らであとは5号艇6号艇まだ342とこの辺りは固まっていますが第2マークはトップ抜け出した1号 そして2番手の寺田が回って外から全速4号艇内から小回りで2号艇ですが3号艇の寺田寺田が2番手のそして2番4番並んでの3番手の最終回へと入りますさあ現在2番手は3号艇の寺田しかし外から伸びて4号艇の馬場内からまた2号艇の吉川も上がってくるまだ分かりません最終周か回の第一ターンマークで突っ込んでくる2号艇の吉川恵敷く握っていった4号艇内から3号艇が差し返してきますが後速にはまったかアウトから握って4号艇が上がってくるここで4号艇の馬場吉川はわずに2番手は逆転 成功でここでゴールデンレーサーコンビの1番4番人気の両者そして今度は2号艇3号艇3番テラス142か143か最終ターンマーク今日のゴールデンレーサー対決は平本雅之2勝目2番手が逆転で4号艇の馬場佑車後方3番テラスや3号艇競り勝った寺田で上位が143で決着間もなくゴール先頭1番ゴールイン4番3番2番ゴールイン5番ゴールイン6番がゴールイン以上お疲れさまでした、はい、お疲れ様です 今日は十一レース一回走り、はい、時間をもうフルに使っていらっしゃったんじゃないですか、うん、まあ割と朝はゆっくりしたんですけど、はい、しっかりちゃんと調整は途中から進めながらやってこれましたはいはいいい調整ができましたかいや <laughs> よくはなかったですねちょっとそのあたりは詳しく伺っていきます、はい、進入並びはくなり三対三でした一コースからのまずスタートは一定進あたりのタイミングはい見え方はどうですか、あのー ちょっと様子見ながら行っちゃってますね。なんか押しましたよね。はい。はい、届かないって分かっているんですけど、ええ、ちょっとはい怖いですね。ね、うん、見え方がやや半信半疑な部分があったわけですか。はい、ただ一幕は押し切っていきました。今日の体感はどうでしょう。うん、ちょっとあのターンの出口の押し方、進み方が甘い感じはしましたね。はい。ねあの昨日の前半で勝利が上がった時には。 出足関係もだいぶ反応よくなったというお話はあったんですが、はい、今日はちょっとまたそれとは違ったそうですね昨日の後半も同じようなプロペラでいってっなんかずれてるなって感じたんで、はい、ちょっと一号手向きなペラじゃない気がして朝からやってたんですけど、うん、結局あの迷子になった状態で調整が、はい、あの分かってないです。えー、プロペラ調整運転とされる中で ちょっとお話しさせていただいた時もいやいや不安そうなうまあちょっとね、はい、やっぱあの前節の S G の一号艇のトレースもあったんでそう一号艇が嫌になってたんですけど、はい、まあとりあえずはまあそういう不安もあって、ええ、あったんで、はい、まあね勝ててよかったです良、ね、かったです、はい、エアスに向けてというところまだまだプロペラと向き合ってということになりそうですかそうですねはいはいでは。 明日に向けて一言最後メッセージいただきたいと思います。はい、明日外枠残ってるんですけど、しっかりいいレース見せるように頑張ります。十一レースを勝ちました。平本選手にお話を伺いました。ありがとうございました。はい、しインタビューをご覧いただきました。では十一レース予選の競争成績もお伝えします。一着一番の平本昌之選手、二着デ四番の。